皆さんこんにちは。始まりましたちばくんチャンネル。さて今日は千葉県の旭市にやってきました。千葉くんで言うと、お、結構上の方ですね。この辺りに来ています。今日一緒にね、千葉県、ね、旭市をふらっと旅していきたいと思います。まずはこちらお日様テラスにやってきました。なんと2022年にオープンしたばっかりの多世代交流施設となっているそうです、ね、楽しみだね。ちょっとね、早速皆さんも一緒に中に行ってみましょう。これ見てみよう。これ見てるだけで食欲が抑制されます。よく見て。よく見て。どう？食欲。食欲は減らない。ねね、カレーはなかった。カレーライスを一から作る。もし君がカレーライスを作るとしたら、まず何をする？あ、ね、すごいこれ。ほらほら。すごいな。よいしょ。あら、ちょっと本をお持ちしましょうか。おお、すごい。あ、いろんな場所あるね。すごい。いいね、ここでゆっくりできるね。千葉くん、ここは何？うん、そうなの？ちょっと気になる、行ってみよう。すごい、クラフトルーム。こんにちは、お邪魔します。すごい、わ、楽しそう。いろんなもの作れるよ。オーバープリンターを使って大きい千葉くんを印刷しようと思います。千葉くんを印刷しよう
ラーメン。天ぷら、パン粉。どうする、ちょっとチーム君、決めて。どうしよう。こんにちは、お邪魔します。本日は何を召し上がりますか？恋する東大カレーと生姜焼きをお願いします。はい、わかりました。少々お待ちください。はい。いやー、楽しみ。ありがとうございます。はい、失礼します。ありがとうございます。お肉大きい。ありがとうございます。東大だ。ありがとうございます。ここ行ってみようか、ここね。ちょっと後で行こう。せっかく来たもんね。ちょっとじゃあ、いっぱい食べて、力つけて、東大行こう。ね。さて、こちらは飯岡東大にやってまいりました。皆さん見てください。なんと、恋する東大だって、千葉くん。ここね、そうなんだって。しかも、日本の朝日白線、日本の夕日白線にも選ばれてるんだそうですよ。ちょっとさ、近く行ってみよう。こんなね素敵な景色を見れたし、皆さん朝日市最高です。ぜひぜひ遊びにいらしてください。そしてね、ちーばっくりチャンネルもね、これからもどうぞよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。またね、バイバーイ。景色景色。あ、ちょっと
会いたいなって思った方、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。また次回の動画もお楽しみに。